ハロー YouTube。 さあ今回もですね、実際の電気照射を使用して様々な検証を行うという企画になりますが、さあ、連日ね引き継いで検証を行っているテスラのモデル S 最新型ですね、2023年製の最新のパラディウム世代ということになりますが、さあ今回ですね、一体どんな検証を行うか。現在ですね、これ私がいるのはですね、はい、長野県です。めちゃめちゃ寒いんです。そしてですね、この長野県の中でもですね、まあ、特に寒い、寒さ厳しいと言われるですね、ここです。ちょっとあれですかね、スピード遅いな。これね、モデル S のこのディスプレイすごい速いんですけど、ちょっと遅いですね、起動時間が。処理に時間がかかってますが、はい、ここです。菅平です。菅平、菅平高原行きたいと思います。今ですね、まあ雪もあるでしょうけど、なんといっても標高がぐっと上がりますので寒いです。今日はこのですね、菅平に行ってですね、このモデル S で車中泊テストを行います。どれだけのですね、暖房消費量になるのかと。まあこのチャンネルではですね、やっぱモデル Y 非常に優秀、特に一番今優秀なのは BYD のドルフィンだったりしますけども、まあそこら辺の車種と比較してですね、どれだけ暖房消費量が優秀なのか。特に今回ですね、鉱石倒してですね、まあ実際のこれ車中泊っていうことを想定してね、やってみますから。これ鉱石からのね、これ見えますよね、ここら辺ね、ディスプレイありますから、ここでですね、暖房のね操作できますから、まあ後ろもね暖房つけて、どれだけですね、まあ後ろ快適になるのかとかね、まあちょっとそういうようなところもですね含めて、ちょっと車中泊テストやっていきたいと思いますので、早速ですね、まずはこのですね、菅平に向けて出発していきたいと思います。ようやくですね、菅平高原までね登ってきました。はい、位置関係で言うと、さっきの佐久市街ですよね。ここからこう来てんのか。で、長野はどこ？あ、もうここなんだ。あ、こういう感じか。わかった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 。こういう感じなんですね。長野はだから、上田ら辺から登ってきて、こっち行ったらもう長野市街行けちゃうんだ。ああ、そういうような位置関係なんですね。はい。というところでね、早速、いつも通りですね。はい。これですね。はい。ここにね、センターコンソール上に、まずね、1個ですね。これ室内の温度。そして、こっちですね。外に出しときました。はい。なので、この車外の温度と、この2つをね、見ることができます。まあ、なのでね、これも全部ね、これ記録を取っておきます。現在のこれ外気温がね、マイナス4度ということですね。はい、ということでですね、まあ、早速ね、もうこれね、車中泊テストをスタートしていきます。ちょうどね、これ時間がぴったしなんです。8時半からですね。というところで、現在のですね、バッテリー残量 80.2% の 79.3kWh ということですので、これね、スクショを取っておきます。はい、ということでね、この、バッテリー残量がね、明日のね、翌朝、どれだけですね減ってるかというところをね、まず見ていきたいと思います。今日はね、あれなんですよ、あの1000キロチャレンジ終わった日なんですよ。で、そっからですね、これ長野方面まで移動してきてるんで、もう疲れた。さすがに疲れた。いや、なんで疲れるかっていうと、あのオートパイロット使えないんですよ。もうこれ、あの、説明したと思いますけど、だから、もう本当に疲れるというところで、やっぱオートパイロット様々だなっていうところがね、まあわかるかなと思います。で、まあそれはいいとして、そう、はい。何ですよね、あの、今日はあの、ライブ配信もありますから、まあなんでライブ配信をね、やりがてら、終わったらね、ちょっとね、後ろ、あの、片付けて、寝れるのかっていうところをね、ちょっと体勢作ってみたいと思います。いいですね。カットできるのか、まあ、これ辺ね、ぜひ見ていただきたいと思います。
さあ準備はよろしいでしょうか。用意スタート。さあ充電がスタートしました。パラディウム、160-170kW とちょっとずつですね、ランプアップしてると。これはいつも言ってる通りです。さあ 245kW までいった。さあ、左下ですね、これイートロン GT もですね 130kW 対応しているが、やはりですね、初速やっぱり、モデル S パラディウム相当速い、S100D 右下 160kW が限界だと。もうこれ以上上がっていかないと。V2 に関してはですね、やはり 112kW で止まってる。ちょっとスピードが落ちている。パラディウムですね、ちょっとスピード落ちてますが、もう 45%速い。イートロ GT 35%、 かなりの差をつけている。さすがやっぱパラディウム V3、まだですね 50% の中で 140kW キープしてる。うん、アウディイートロン GT もですね、これ 130-140kW ずっとキープしていることになりますが、やはり初速が速い。パラディウムも 58% まで到達中ですね。V2 まで 40% です。やはりですね V2 かなり時間がかかっているように見えますね。V3 の 100D に関しては、まあ、50% 突破していると。悪くないです、悪くないです。さあイートロン GT 追い上げてきた。100kW まで キープしている。お、モデル S パラディウムといい勝負になってきたか。モデル S パラディウム 70% でまだ 90kW。 イートロン GT 100kW で 64%。 さあイートロン GT が勝つか。イートロン GT 追い上げてきたが、パラディウム逃げ切るか。パラディウム逃げ切るか。パラディウム 75%、 イートロン GT 70%、 いい勝負だ。 100D 63%、 パラディウム V2 62%。 さあパラディウム V3 80%。 先にゴールしたのはパラディウムだ、 V3 だ。イートロン GT しかしながら、やらかした。朝の9時、朝まで、いや、動画を編集していたんですよ。そしたら気づいたら今でした。寝落ちた。さあ検証終了しましょうか。ちょうどいい時間なんで。はい、9時なりました。充電材料 62.2%、 62.5kWh と、いい、感じですね。で、問題はですね、これ気温ですよ。ここに置いといてますけど、ちょっとやばいことになってる、いろいろと。まずですね、外気温確認していこう。やばい、やばくなってる。嘘でしょ。What the fuck? やべえ、これさ、寝てる間に隣に車がいたんですけど、いるんですけど、なくなってる。私の温度計が、なくなってる。Bluetooth が反応しない。嘘。いや、待ってよ。反応してるぞ。え、反応してるってことはどっかにあるってこと？ちょっと待って。反応してるってことは近くにある。はず。いや、ああ。え？ちょっと待って。あ、ほら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 。皆さんありますよ。ほら、どっか行っちゃった。朝の、ほら、8時半から下に下ろしてるでしょ？ほら。なので、ほら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 、温度はマイナス10度ぐらいまで下がってるんですよ。え、ちょっと待って、どっか行っちゃった。インテリアの温度がね、ちょっとね、なんかバグってますよね。いや、基本的に寒いっていう感覚は全くなかったですけど、こんな感じですね。検証がスタートして、はい。ちょっとね、気温が下がり気味だったんですよ。で、そうそうそう。で、ちょっと、温度が低すぎるなと思って途中で上げたんですよ。そっから一定ですね。でも25度そんなにあったかいなんて印象はなくて、基本的にだからモデル Y とかで、まあなんかドルフィンとかで検証を行ってたみたいな、この前側は普通に、全く問題なく快適だよねっていう状況だったので、ちょっとね、まあ温度の、まあ置き方なのか、まあ風のね、向きは基本的にこっちに向かしてるので、まあこれがうまく反応しちゃったのか、まあ何にせよこの21度とか22度の、環境だった気がします。まあなので、まあ何にせよね、その気温がすごく低下しているみたいなことはないということですね。ちょっと待って、やばい。俺のこの愛しの温度計ちゃんが、これ温度計ちゃん超高いんですよ。やばい、ちょっと救出作戦行ってきます。やばいぞ。
こいつどっか行っちゃった。え、周り探したんですよ。今、ほら、隣に車が来ちゃって、で、このね、そこら辺に置いといたんですよ。ここら辺に。だから、この車が来て、踏んづけてはないと思う、距離的に。ここら辺に置いたから。でも、飛んじゃってるんですよ。袋の上に置いてたんで、風のせいで飛んだか反応してるんで、この Bluetooth の距離内にはあるんですよ。で、しかも、踏んづけられて壊れたりはしてない。だって反応してるから。で、今、周り見渡したんですけど、ないんですよ。どっか行っちゃった。嘘でしょ？反応してるのに。ちょっともう一回救出作戦していきます。そんなことあり得る？どこ？はい。ということでですね。まあ、今回の、車中泊テストのですね、総括を、行っていきたいと思います。はい。こちらの一番左ですね。テスラモデル S、94kWh が、ノミナル、リメイニングでしたっけ？いや、嘘。ノミナルリメイニングはバッファー。を含めていますので、あ、そう、ユーザブルリメイニングですね。ユーザブルリメイニングが 94kWh ですね。はい。ということなので、バッファーを含めないで使用可能な、バッテリー容量が 94kWh ということになります。長野県のね、菅平高原で行ったと。外気温マイナス 10.2 度が、最低でした。キャビンテンペラチャー22度オートですね。はい。ちょっとね、気温を、車内温度はね、他の、車両よりも上げているということですね。12時間30分やってしまいましたね。そして、18% 消費したと。まあ、よってですね、これ、アベレージの、消費量になりますが、ズバリ、1時間あたり 1.34kWh と。ちょっと多め？はい。まあ、なので、例えばこれ競合と比較するとですね、まあ、競合というか、例えばテスラモデル Y パフォーマンス、ちょうどですね、これ、近い検証を行ってます。これ、道の駅ライスランド深川って、北海道遠征の、一部ですけれども、外気温マイナス9度から11度と、状況ですね。同じかちょっと低いくらいな感じですけども、21度オートで9時間検証を行って、9.9kWh ですから、アベレージに直すと 1.1kWh です。毎時。なので、これはね、誤差ではないですね。明らかに消費電力量が多い。で、やはりですね、キャビンのテンペラチャーですよね。これがちょっと、やっぱりモデル S の方が、ちょっと、高い設定にしてるということなんですよ。だからもしかしたらこれが影響している。あとはやっぱり、モデル Y よりも、まあ、車格は大きいんですよね。まあ、なので、それを考えると、ちょっとですね、やっぱり、熱を、こう、車内を温めるためにより電気を使っている。まあでもね、モデル Y の方が、こう、背は高いですから、空間的には、まあモデル Y の方が、こうね、温める空間は広いんですけど、まあモデル Y の方がいい結果、明らかに、まあいい結果が出てしまっていると。まあよってですね、これモデル S を、まあ、100kWh 使ってですね、まあ 100% から 0% まで、車中泊を行うと 70.1 時間であると。まあ充電になる 50% からだと35時間と。まあやはりですね、これ考えると、まあ 75kWh しか積んでいないモデル Y とですね、もうほとんど同じような結果になってくると。まあいうことなので、やはりちょっとバッテリー容量がより多く積んでいて、有利な結果になるはずだったモデル S が、実際に車中泊を行ってみると、結構電気使ったなっていう感じですかね。まあ、他にもですね、これ、ドルフィンだったり、アイオニック5、リーフ、あとはモデル3パフォーマンスとかね、これヒートポンプ非搭載の車両ですけど、これはちょっとですね、これ山梨県だったり、あと岩手の安比高原とかね、まあ、ここら辺はちょっと外気温がそんなに下がりませんでした。まあ、なので、それを考えると、これらの車両はもうちょっとこれ消費電力量多くなりますから、まあ、それを考えると、まあ、アイオニック5とか、と同じぐらいになるのかな、わかんない。でもやっぱドルフィンの優位性っていうのはこれ変わらないかなとは思いますけども、まあ何せよちょっとね個人的には、期待外れとまでは言わないけど、もうちょっと消費電力量を抑えてくるんじゃないかなとは思っていたんですよね。モデル Y と比較すると、なのでちょっとその点は残念だったかなと。まあ理由は今言ったような、車内の温度を高めに設定していたからか、もしくは断熱性能がモデル Y の方が有利なのか。でも僕はそうとは思いませんけども、まあ何にせよ、まあこのような検証結果が出ましたので、
まあ、モデル S で、特にね、大雪立ち往生とかになった時に、車内で、ぬくぬくで、過ごすという場合はですね、まあ、70時間持つよと、100% からね。まあ、50% からでも35時間持つよと。もうこれはですね、ガソリン車とかと全く同じような時間になりますから、まあ、それを考えたらね、そういうですね、まあ、安全性みたいなものでも、ちゃんとですね、いい性能を達していると。まあ、それはね、間違いないんですが、ちょっと、まあ、個人的には、うん。lower than expected と。まあ、そんなようなイメージになりますかね。はい。というところでね、まあ、今回、車中泊テストを、モデル S で行ってきたわけですけども、うん、まあ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 、ちょっとね、私、動画編集していて、後ろで寝るみたいなことをね、できずに、寝落ちしてしまったわけですけども、まあ、今ね、これ確認する限りでは、後ろもね、フルフラットになるし、結構やっぱりモデル S のね、全長自体が大きいですから、やっぱりその分だけ、足を伸ばして寝ることができそうであると。まあ、この点は非常に良かったかなと思います。まあ、何せよですね、まあ、この日本国内でモデル S を購入して車中泊ガンガンするみたいな、まあ、人間はね、そんなに多くはないと思いますけども、やはりですね、まあ、そうして言いたいことはやっぱテスラのですね、このやっぱり、超冬場、特にマイナス10度とかにもね、達する超極寒環境においてでもですね、まあこれだけの消費電力量の低さを誇るわけですから、やはりですね、このテスラのやっぱりこう暖房性能というかですね、やっぱりこの熱マネっていうのが、まあ極めてね、優秀であると、まあいうことがね、これでお分かりいただけたんじゃないかと、まあ思いますので、まあこのようなね、車中泊テストのですね、まあ、消費電力量のね、数値も参考にしながらですね、電気自動車のね、性能比較、購入検討をね、比較していただくのがいいのかなと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。